皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、他人の喜びの中に自分の幸せを求めない、ストレスのない教室運営のためのマインドの持ち方というテーマについてお話をしてみたいと思います。ですね、これは、マーケティングの話でもあり、あとはマインドの話、両方入ってくる話なんですけれども、どういうことかっていうとですね、例えば、生徒さんがいらっしゃるとしますよね。教室の先生ですから。でその生徒さんに「私ここまでしてあげたのに」みたいな言葉が出てくる時には要注意という話です。要は見返りを求めた状態でサービスを作ると、結局そのように相手が反応してくれなかった場合にですね、それがストレスになるということです。あとは落ち込むとかいろいろな症状として出てくるんですけどね。結局それで落ち込んだりすると、またマインドが下がるじゃないですか。そうすると結局やろうという気力が落ちて、違う新しい仕事であったり、やらなくてはいけない仕事がおろそかになったりとかするので、従来から私はお話はしてるんですけど、基本的には精神的な、マインドの上がり下がりはない方がいい。ずっと一定を保つ方がいいっていうのは、以前からお話ししているのは、そういう事情と理由なんですね。ですから、こういう事象の時にどう考えるのかとか、実際にあった事例とかを、引き合いにしつつ、ストレスを抱えながら、もしも教室運営している方いらっしゃれば、おそらくそこは他人の話ではなく、ほぼ自分がそういう思いになってるからストレスになってるんだっていうことが分かると、少しは楽になるんじゃないかなと思いまして、今日はそんなお話をしてみたいと思います。まずですね、さっきも一つの事例ではあるんですけれども、他者依存で喜びを自分の喜びにする場合ですね、これ一見するとすごくいいんですけれども、そこには実はちょっと落とし穴があってですね、逆の現象も起きてしまうということなんですね。要は自分の喜びを他人の喜びに預けていると、この人が喜ばないと自分が嬉しくなくなっちゃうんですよ。だからマーケティング的な部分で相反するみたいに聞こえちゃうことがある人もいるかもしれないんですけれども、私は売れる商品を作るために、そのお客様、自分が思う、こういう人に来てほしいっていう人が喜ぶサービスを作りなさいとは言います。リサーチもするし、その喜ぶサービスとご自身のスキルが合致するようないい状態を探し出す、作るっていうことをすることを当然お勧めしますので、喜びっていうことで言うと、その生徒さんが喜ぶ、ないしはクライアントさん、お客様が喜ぶっていうことから言うと、確かに他人の喜びを見つけるっていうことは一緒なのかもしれないんですけれども、問題はですね、その人が喜ばないと自分が喜んだことにならないという考え方を持つと、その人がダメな場合にですね、自分も一緒に気持ちが落ち込んでしまうんですけれども、そうではなくてですね、一応探すんですよ。喜んでもらえるであろうサービスを探して構築をするんだけれども、本当にリリースをした時にですね、評価されない、ないしは、お客様が来ないというケースもあるんですよね。その時に自己否定されたように考えてしまう人はえらく落ち込みます。だけれども、自己否定っていうふうに捉えない場合には、リリースした商品が今一つだったのかなということで原因を探ります。原因を探ると当然改善案とか対応策が見えてくるので、それに向かってまた商品改築する、構築し直す、新しい商品を考える、変えていくとか、いろいろそういうアイデアが出てくるので、それはほぼほぼ作業に近いんですよね。だから喜ばれるのは、ある意味サービスを提供する側としては嬉しいことであるのはすごくよくわかります。私だって私のクライアントさんが成果を出してくれればすごく嬉しいです。だけれどもその嬉しさが自分の商売の基軸になってしまうと、感情の部分でですね、しんどいことに当然なっていくので、大抵気持ちが落ちるとか落ち込むとかストレスを抱えるっていうタイプの人は、自分がどうであれ他人の顔色を見ながらとかですね、他人のっていうことはクライアントさんの顔色を見すぎる人は、事業が停滞するケースが多いというふうに感じています。話は簡単で、売れなかったっていうことの要因っていうのは何通りか要因があるんですよ。まず一つはそもそもの商品の構成がやっぱり良くなかった。リリースする前は一生懸命調べてリリースしたはずなんだけれども、いまいち世の中に受けなかったっていうことがまずリリースしたことで分かりますよね。そこからです、問題は。それで私ってそんなに喜ばれないんだみたいな形で精神的な方に引きこもってしまうと、それ以上どうしようもないんですけれども、じゃあ何が悪かったかっていう原因を考える時に、もちろんリサーチ不足っていうのと、ターゲットの勘違いというのと、商品精度が悪かったっていうことと、商品そのものはいいんだけれども告知と宣伝の方法を間違えた。で、あとその商品そのものが認知されて申し込みが入るまでに時間が割とかかる商品を作ってしまった、広角商品とかちょっと分かりにくい難しい商品とかもそうなんですけど、そうすると認知されて申し込みが入るまで時間がかかるんですよ。このタイムラグどれぐらい待てるのかっていうことだったりとかですね、いろんな要因と要素が絡んでくるので、商品がね、いい場合もあるんですよ。認知告知が時間がかかる商品をしてしまったがためにですね。でもそれは認知されるとすごい爆発的に売れる可能性もあるんですよね。だけど大概の人待てないです。当たり前ですよね。だって月々とか出ていくお金とかが生活のお金があって、それをやってしまった場合には当然その入ってこない間がきついわけですよね。だからそういう商品を作った時には割と確実に入ってくるヒットする、例えばそれが自分がものすごく好きな商品じゃなかったとしてもですよ、自分が好きな商品が本当は一番いいです。一番いいんだけれども、自分はそこまではどうかなと思う商品でも人が求めればそれって売れるんですよね。だから売れる商品を優先するケースもあります。売れる商品先に持っといて下の方で、後で花が開くかもしれないけれども時間のかかる商品を持ってしまうっていうことはあるんですけど、大抵この時間がかかる商品を一発勝負で持つ方とかも多かったりするので、そうするとそれが失敗しちゃうと気持ち的に落ちちゃう、そして前に進む原動力が落ちるとかっていうことになるので、要因を冷静に捉えて冷静に考える時には感情が入らない方がいいですよ、あんまり。だから喜びは受ける時には一緒に喜んだらいいんです。だけど受けなかった時にはそれで落ちることはないし、あと場合によっては逆恨みに近い状態要は私ここまでしたのにとかね、勝手に逆恨みですよ。お客様にとってはあなたの商品を選ぶか選ばないかっていうのも当然自由だし、他の商品と比較する自由があります。それは私が選ばれる時のプロセスも皆さんが選ばれるプロセスも全く一緒です。特にコンサル業っていうのはいろんなタイプの方がいらっしゃるので、相性の問題が一番大きいっていうのは本当にあってですね、誰と組んでやるのが伸びるかなっていうのを選ぶ段階において、失敗とかだって当然あります。相性が合わなくて失敗っていう場合と、本当にそのコンサルタントが持っている知識が少なくて失敗っていう場合もあるんですけれども、選ぶのはやっぱりね、ご本人ご自身なので、失敗した時にですね、全てそのコンサルタントが悪いっていうのはまあまずないし、そもそもその人を一旦信じてみようって思ってるわけですから、それも自分の責任なんですね。だから自己責任の中で完結できる人は人をそんなに恨まないし、ここまでしたのにっていう愚痴っていうか、そういうのも出てこないので、前に進む原動力がそんなにそがれないんですよね。この時に例えばですね、じゃあよく無駄になる残念な話もちょっとしますけれども、例えばそうですね、営業とかでプレゼンテーションっていうのがあります。制約を取っていく上でですね、企業さんとか会社さんでそのプレゼンテーションって決まらなかった場合どうなると思いますか？これ営業職でやられた方なら皆さんご存知と思いますけれども、どんなに準備をしたって、どんなに自分が思いを込めて資料を作ったって、どんなに練習をしてプレゼンテーションに臨んだからといって決まらなければそれってゼロなんですよ。一応会社上は売り上げが立たないっていうだけの事実なので、だからその時に自分がねかけた時間とか、せっかくこんなに資料を作ったのにとかっていうのを思ってもしょうがなくてですね、決まらなかった、ただその事実があるだけです。ただし反省はしますよ。選ばれた会社がなぜ選ばれたのか、そして自分がなぜ選ばれなかったのか、そこを反省しないとですね、次に勝てないじゃないですか。でその資料もまあね、残念ですよ。その時にその企業さんのこととかを思って一生懸命調べたり、ただ自分がそれを調べたっていう事実であったりとか、着眼点とか自体は間違っていなかったら、それを加工したものを違うところに持っていって変化させてっていうこともできたりするので、その会社の売上的にはゼロなんですけれども、別に全てが無駄だったわけではないですよね。だからこの辺りの考え方もですね、例えば私は制約のプロセスとか、教室の先生が体験会とかでどううまくいくかっていうことのための最大限努力する方法をお教えします。準備っていう意味でですけどね、その人が気づいてない、分かってないこと、例えばこういう時にはこういうふうにしてみたら、こういう準備をしてたらいいんじゃないかとか、当然それは決まってほしいから言います。お客様を騙すということではなくてですね、少しでも心地よくスルッと制約に行けるように持ち込むために何個かプロセスあったりする時があります。普段その方がそれを意識していないとすると、でそれを教えたがために、じゃあそれで実際に本番臨みました、セオリー通り頑張りました、せっかく用意したのに決まらなかったっていう時に、そのせっかくっていう言葉をやっぱり使ってはいけないんですよ。せっかくっていうのはあくまでも自分が勝手に準備しただけであって、その人が受け入れられなかったら別にそれは受け入れられなかったっていうだけの話だし、そもそも集客の段階であんまり熱がない人を集めちゃってる可能性もあるので。最大限頑張れる努力の方法は教えるんですけれども、決まらないからといってそこで残念になったり落ち込んだりストレスを感じると、結局そのやろうとしたことが逆に無駄になってしまうし、その自分に非がないというかですね、相手がそう選ばなかったの、こんなに自分で努力したのにっていうね。だからこの考え方は割とですね、完璧主義者の方に多いタイプの考え方だなというふうに思ってます。自分がそこまで完璧にやれば必ず決まるっていうものではなくて、やっぱり相手の感情っていうのはそこにあるので、それを読み込みながら、その感情が喜ぶものを瞬時に察知しながらですね、本当は話をしていけるっていうのが良かったりします。なので面白い話でですね、私も営業の時に経験したことがあるんですけど、商品のことを一切話していないけれども契約が決まる時があります。それは多分その担当という、例えば私なら私っていう人間がセットになってくることが条件になるんですけれども、その商品自体が特にオペレーションとかサービスソフトを売るようなケースになる場合には、誰が担当につくのかっていうのは非常に重要になってくるケースがありますね。そうするとその商品そのものの値段がどうのこうのっていう、あまりにもかけ離れてれば別ですけど、ほぼ似たような値段であいみつになった時には、その話そのものよりも誰がつくかっていう人間性とかが評価されるようなケースにおいては、雑談で商談が決まる時があります。だからその相手が何を欲していて、信頼、この人とやるかやらないかっていう信頼構築の場合にはですね、雑談で終わりそうになっちゃったんでお仕事のお話をじゃあって言った時には、もう契約するからいいよって、あとはハンコ押しておくんで契約書回しといてって言われるケースとかもあったりとかしました。だからそこの経験で分かったっていうのが、要は相手の人が信頼してお金を預けるかどうかっていう範疇ですね。でそこには、自分のもちろん誠意とか誠実さっていうのは伝える必要があるんですけど、必ずしも相手が答えてくれる前提があるわけではないので、そこはいつでもフラットでいたらいいと思うし、悔しがる必要もないし残念がある必要もない。逆にこの人を喜ばせることが自分の喜びですみたいに言い切っちゃうと、この人が喜ばないと自分が不幸になるので、自分はここまでやったっていうそのことに対して、きっとこのサービスは必要な人には必要に違いないっていうことに対して喜びを得ていれば、この人がそれを喜ぶか喜ばないかっていうのはそんなに大きな話ではないです。ただもちろん自分が来てほしいお客様に喜ぶサービスは研究し続ける、調査し続ける、探求し続けるということは必要になります。だからここちょっとですね、考え方変えると矛盾してることのように聞こえてしまうんですけれども、そうではなくてですね、自分軸で対応していく分には、相手の感情とか相手の言ってることに振り回されながらサービス構築をしなくて済むということになります。これ教室の先生優しいから多かったりするのもちょっと注意点なんですよ。何気ない、生徒さんの一言、先生こんなんだったら嬉しいとかっていうのね、リップサービスの時も結構あるんですよ。場合によっては人間関係がどれぐらいできてるかにもよるんですけど、でこの人喜ぶんだ、じゃあそれやろうっていうことで講座作る、でその人に作ったよっていうと、その日都合が悪いんでとあっさり言われる。そしてそれによって、なんだこの人のためにそうしたのに、入ってこないなんて、なんかその人どうなのよって思うっていうね、よくある話なんですけど、でもそもそも論、その人が本当に来るっていうことを確約するふうに自分がちゃんと誘導しないといけないですよね、作る前に。来たいって言ってるよね、じゃあいつだったら来るって言って、その日に合わせてレッスン作るけどっていうふうにすると、本気かどうかが分かりますから、ちゃらっと言ってみた方とかは「家帰って手帳見て予定見てから連絡します」。大体これは連絡来ないです。あとは家に帰って誰それさんに聞いてみてから連絡します。このタイプも来ないです。大体本気でその人に決裁権限があって、その場で決められる人とか割とスケジュール帳はその場で持ってること多いし、自分ですぐに本当に来たかったらすぐに予定その場で確認するっていうのが割と普通です。たまには普通じゃない人もいるかもしれませんけどね。だからその他者の喜びに心を預けちゃう人、そこを評価基準にする人、人から褒められることを評価基準にする人は、その辺りが中心になってしまうので、マインドもぐらぐらよく揺れて、落ち込んだり上がったり落ち込んだり上がったりで、結構しんどい思いをするケースがあります。で上がってる時にはいいんですけど、落ちた時に停滞してね、止まっちゃうのが問題なんですよ。気持ちが落ちてても関係なく、例えば毎日やることをやるとか、やるべきことは関係なくやれるかっていう、これがどちらかというと大事になるので、それができない方、時間がなくてっていうのとちょっとまた種類が違う、マインド的にきつくてできないっていうことでやるのを諦めてしまう方は要注意です。なので売上が安定しない方はそういった、状況になるケースも多かったりするのをすごくよく見てきてます。なので、自分は自分としてしっかりした軸を持ち、その他人の喜びと、そうではないものにあまり振り回されすぎないっていう、そういう上をね心がけていただけると気持ち的にも楽になるからうまくいく可能性が高くなりますので、ご参考になさってみてください。それでは。